We must invest more energy and resources in police training.アメリカの黒人男性暴行死事件をめぐり、デモ参加者の間で警察に予算をつけるなという声が広がっていることについて、トランプ大統領は11日、過激な勢力が警察を解体しようとしていると非難しました。その上で警官への訓練などを強化する考えを示しました。また警察の権力行使をめぐり、基準の遵守徹底を全米の警官に求める大統領令を近く発令することを明らかにしました。